資産税課の土地係の村山しおりです。掛川市の文化スポーツ振興課で学芸員の仕事をしています柴田新平と言います。掛川市役所産業労働政策課の萩原と申します。よろしくお願いします。主に自分は土地の担当でその税金を計算したり、あとその土地一つ一つを評価して、その評価をもとに税額がどれぐらいになるかっていう計算をしたりする業務をしてます。私が主に感じるのはやっぱりその市民の方と直接接しながら仕事ができるってところが一番の魅力かなって思います。学芸員っていう職種なんですけれども、市内の遺跡の発掘調査をしたりとか、それを保護するそういう仕事をしています。やっぱり自分のこう思いとか考えっていうのをすごい言いやすい環境だなと思っていまして、それがこうたまに政策に反映なんかされるとすごい嬉しいなと思ったりします。主に中小企業向けの融資の利息の補助であったりとか、これから起業する方向けの相談を行っております。なくてはならない住民サービス、それが市役所の仕事だと思っておりますので、そのサービスを提供することがやりがいだと思ってます。行動力がある人だったり、積極的に自分から動ける人が向いてるかなって思います。笑顔で楽しく働ける、方が向いてると思います。自分だったらこう考えるとか、とりあえずやってみようってこう思えるですね、行動力のある人がいるとすごいいいんじゃないかなというふうに思います。